三菱、ミニキャブ、ミニキャブ、ミニーキャブは三菱自動車工業が販売している軽商用車。トラックとバンがあり 550cc 時代から登場したバンの豪華バンはミニキャブブラボーの名が付いていた。独立車種としてのブラボーは1999年に消滅したが2011年に上級グレードの名称として復活。また、 軽自動車の商標の中では5番目に古い8台、ただしトラックは7台50年、2016年現在の歴史がある。常用1ボックスモデルはブラボー、タウンボックスの名で販売されていた。後にタウンボックスは廃止され、グレード名称としてブラボーの名が復活する。また、6代目は2003年8月から2013年12月まで NV100 クリッパー、 NT100 クリッパーとして常用1ボックスモデルのタウンボックスは2007年6月から2012年1月までクリッパーリオの名称でそぞれ OEM 供給されていた2011年に本社をベースにした商用電気自動車ミニキャブミフが発売された2014年2月にフルモデルチェンジにより鈴木の製造する車種の OEM となり合わせて タウンボックスも OEM モデルとして復活、フルモデルチェンジされた。これにより、自社製造を継続する、電気自動車、iMIF 及びミニキャブ MIF を除く三菱の軽自動車のラインナップは、7台目となったミニキャブの他に、X ワゴン、agon, X カスタム、ustom, X スペース、Space, タウンボックスの、軽4車種、X ワゴン、agon, X カスタムを1車種としてカウントするとなった。この台は、 北米にもマイティミッツの名称で、農耕予行内専用車として輸出されていた。なお、マイティミッツの形式は2気筒エンジン、2G24 型モデルが U13T、3気筒エンジン、3G82 型モデルが U16T となっていた。名古屋鉄道では、この型のミニキャブトラックを、鉄道用車輪に改造した、保線用モーターカーが使われている。 全軸を前進させクラッシャブルゾーンを確保した形状となるが、エンジン搭載位置は、運転席下のため構造上は、キャブオーバーとなる。軽トラック及び、軽1ボックス、な射発の 4AT がラインナップされるなど、軽トラックでは少なかった AT の拡充を図るなど、AT 前線のニーズの対応を強化。ミニキャブ版をベースに、常用グレードのタウンボックスが登場した。 テールランプ形状はトラックが三色式の平行四辺形であるのに対し、前期型、中期型版は丸型二等式であり、さらにブレーキランプとテールランプが別々に点灯する。台湾ではホイールベースを延長し、約 1200cc の4気筒サイチェシー16バルブエンジン 4A32 型76馬力を搭載したモデルが中華ヒシリの名で販売されていた。 また、ミニキャブ版とミニキャブトラックに燃料を、LP ガスを使用する特装車、ミニキャブンピ LPG を設定。LPG だけを使用する方式ながら、約 500km の航続距離を持つと同時に、LPG 車発の75%減長、抵抗会社をクリアする。2012年現在も市販中。アイミフの技術を活用した電気自動車。 2011年12月8日に販売を開始した当時は版のみで CD グレードがベースとなる。搭載されるバッテリーは1充電あたりの走行距離が異なる2種類が設置され1 0 5キロワットアワー、約1 0 0トルと1 6 0キロワットアワー、約1 5 0トルが用意される。ガソリン車に比べて車両重量が2 0 0ラム重くなりスペアタイヤは車内に設。 運転席の契機は iMIF に準じたデザインになる。追って2012年12月にミニキャブ MIF トラックも発表。こちらは VXSE10.5kWh のみのモノグレードで搭載されるバッテリーは 10.5kWh のみとなる。なお、ガソリンエンジン車が生産終了した2014年1月以降は三菱が自社生産する唯一の商用車となった。 軽トラック市場は競争が熾烈で他社、他社への対抗上、携帯や機能が酷似した特装車が各社に用意されている。ゴニ社は販売政策の都合でラインナップされたものであるが、講師であるハイゼットの同様のモデルに対し、ミニキャブのシェアは約1割に止まっており、クリッパーを含めたところでその差は埋まらないのが現状である。 15年1ヶ月ぶりのフルモデルチェンジとなった7代目以降は、前日の通り、鈴木が販売しているエブリーキャリーの OEM 供給を受けて販売される。なお、鈴木から OEM 供給を受けるのは、ソリオの OEM 車種であるがあるが、軽自動車では初めてとなる。なお、ミニキャブのフルモデルチェンジに合わせ、一時生産を終了していた、K1 ボックスカーのタウンボックスもエブリーワゴンの、 OEM 車種として復活し、フルモデルチェンジされた。なお、エブリーキャリーはすでに松田、スクラムや日産自動車、NV100、NT100 クリッパーにも OEM 供給されていることから、日本国内の自動車市場では、稀な四兄弟車種となった。また、2015年2月に OEM 元のエブリーが、フルモデルチェンジし、翌月にミニキャブ版も、 フルモデルチェンジされたことで、8台目となったバンと7台目を継続販売するトラックで世代のズレがなることとなった。台湾の中間技者では、4台目以降のミニキャブをベースにより長いホイールベースが与えられ、多様な形状のボディが仮装された中華入りが製造されていた。形式はトラックが U17T、バンが U17V となり、 ビリは 800cc の 3G82 をベースに、直列4気筒とした 1061cc58PS の 4G82 エンジンを搭載していた。全長は全幅和に拡大され、最高時速和であった。また、バンパーの形状が変更され、ミニキャブとはやや異なるフロントフェースとなっている。現在は6台目をベースに全長を延長し、より丸みを帯びたバンパーにフェースリフトされ、 エンジンも、排気量 1198cc の 4A32、および 1299cc の 4G13、2011年のマイナーチェンジ以降より、1488cc の 4G15V、2018年のマイナーチェンジ以降より、を搭載した3代目ヒシリが販売されている。なお6代目のラインアップは当初トラックのみとなって、 いたが、2012年以降より5人乗りのワンボックスワゴンが13年ぶりに復活。これに伴い社名を中華火しり、英語名、ベリカに改名した。小さな車体に広い荷台を持つキャブオーバーという意味で、命名。なお、イギリスでは、ミニーキャブはタクシーキャブのことを指す。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。